おはこんばんは、みなさん。どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそー。はい。今日はですね、なんかね、ちょっと出かけてたんですけど、なんか自動販売機限定とかあるじゃん。それがあったので、買ってきました。何かというと、こちらでございます。サントリー天然水。浅摘みグレープ。サントリー天然水。浅摘みグレープ。有機グレープっていうの、なんていうのかわかんないけど、グレープ 100%。はい、ということですね。多分これあれだよね。南アルプスの天然水でさ、ヨーグリーナとかね、あるじゃないですか。それのグレープバージョンが自動販売機限定であったので、買ってきました。でですね、結構前にね、自動販売機で買ったんで、もうめっちゃぬるくなってるというか、まあ、冷たくはあんまりないんだけど、まあまあいいや。初めて見たよ。さ、どんだけ匂い濃いのかね。てか、どんなグレープなのか。まあ、やっぱり透明だからね。うん。じゃあ、いただきまーす。匂いから嗅ぎます。おー、すごい。あー、なんか、これ嗅いだことあるな。では、飲みます。ぶどうだけど、すっきりしてるぶどうかな。うん。なんか、ぶどうジュースってほとんど甘ったるくないですか？だけど、これは、めっちゃすっきりしてる。だから飲みやすいですね。ただめっちゃぬるいです。うん、ただ、透明なのにここまで、グレープの味してるのはびっくりする。濡らした。やっちゃった。最後までご視聴ありがとうございました。では、次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。いやー、危ない。